今日はあのダンスミュージックです。どうもリップセレクトの悩みとリップセレクトのまさきです。なんかそれ、ヤッホーみたいな感じに見えるんですよ。いいじゃないですか、ヤッホーね。ヤッホー、敬礼みたいな感じに見える。違いますよ、敬礼じゃないですよ。これ L ですから。リップセレクトの L です。もう一度何やってんだろうと思って。では先週からリップセレクトアーカイブというふうに名前が変更となりました。ボリュームもアップした内容で再始動しております。リップセレクトアーカイブではリップセレクトの楽曲はもちろん、ブラックフレーバー、マイティマイティ等の楽曲も含め解説アーカイブしていきます。本日ははい、先週のラビゾールに続いて、お違う違うこっちだこっちだ、 Give me love マイティマイティフューチャリングあゆみ&カッチングまあ、あってんじゃないですか。はい、はい、ということでこの曲はマイティマイティのブラックジャックに入ってる曲でございます。マイティマイティですか。マイティマイティです。なるほど。ブラックか、ブラック、ブラック、ブラック、うん、3枚目。そうですね、キング、キングゴールド、シルバークイーン、ブラックジャック、うん、レッドダイヤモンド、ブルーパークとかな。ほう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 、うん、あ、いっぱい出しましたね。出してますね、うんうん、まあ、ただレッドとブルーはもともとあった曲をとりあえずだ、まあ、出したみたいな感じですよね。ブラックジャックか、はい、どんな曲ですか、ギミラブは。ちょっとスウェーディッシュポップというかユーロポップというか、まあ、そもそもマイティメイティっていう、私が10代の頃、イギリスのダンスミュージックで流行ってたような、ものを現代風にしてやると、うん、いう、まあ、コンセプトでスタートしたので、まあ、どちらにしろユーロポップ、スウェーディッシュポップみたいな感じ で、だからもう、なんとなくマイティマイティってこんな感じっていうのもともとあるわけです。それの、まあ、当時版、まあ、新曲版みたいな感じで作られた曲ですね、うん、で、要はサンプルのラップ、実際にこう一緒にライブでやってるところはビデオがなくて、サンプルのラップを重ねてると、うん、で作った曲です。あなたあんま分かんないと思いますけど、こう2アンリミテッドとかですが、こうヨーロッパのダンスミュージックポップスでは、女性ボーカル、はい、男性ラッパー、でしかもどちらもちょっと黒い系のなんか感じで流行ってたんですよ。もう今から25年ぐらい前、まだ僕学生、高校生ぐらいの時に流行ったんです。好きだったんですか、当時から。あ、めちゃめちゃ好きだったね。ツーアンリミテッド、カペラ、あとラブーシュ、もう名前多分挙げてったらもうキリがないぐらい本当に。当時は CD もそうだけど、レコードだと別リミックスが入ってます。へえ、違うんですね。そうそうそう、この渋谷のタワーレコードとか買ってました。輸入版の CD の方が若干安いんですよ。あ、そうなんですか、うん、へえ。なので、どちらかというと邦楽の方が高いんですよ。へえ。当然お金がね、学生だとないので、そうすると邦楽買うよりも洋楽で買う方が安いから、そうすると洋楽のミュージシャン好きになった方がたくさん聴けるみたいな貧乏症ですよ。そんな考えがあったんですね。そうはあ。で、日本の音楽ってテレビで聴けるじゃないですか、うん、例えばテレビつければミスチルとか言うじゃん。で当時ね、僕の時代はすごく音楽番組もまだあったので、一瞬だけ覚えたいなと思ったらテレビで流れるので、そうするとテレビであんま流れないような曲の方を
それこそ今インターネットがありませんから、うん、そうするとね、土曜日の深夜にやってるビート UK っていう海外のチャート番組とか、うん、あと TVK でやってる、なんか MTV のなんか番組とかじゃないと、うん、なかなか海外に買えないんですよ、聞けないんですよ。でそういうので聞いたりとかしてました。すごいですね。そうやって音楽って聞くんですね。そうですよ。輸入版はね、しかもかっこいいんですよ。うん、これ見てる人で40歳以上、45歳ぐらい以上の人は分かると思うんですけど、輸入版ってこれぐらいの箱のケースに入ったんですよ。これぐらいの。その箱もそのアーティストのデザインなんですか？うん、そうそう。どうだってんですか、中は。だからここにこういう箱があって、はい、その中にこうやって CD がこう入ってて、こうやって CD が入れられる。かさばりますよね。かさばるけど、そのなんぞのLP、レコードの LP ってあるじゃん。あれってでかいから部屋のインテリアになったりするじゃん。飾れるじゃん、絵みたいに、写真とかみたいな。だけど CD ってこんなもんじゃん。そうですね。でもそのそういうこと、そうそう、輸入版のこれはそういうのになってるもんじゃん。おしゃれですね。そう、それを部屋の壁にババ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 。おしゃれ。で、みんなさ、例えば当時は僕だとはそのミスチルを聴いてるとか、チェッカーズを聴いてるとかってところで、俺のやつはなんかヘビーディーとか、ヘビーディー&ニュースとか、その洋楽がこう貼ってあるわけですよ。ボビー・ブラウンとかって書いてあると、ちょっとかっこいい感じしますね。お前かっこいいなんてなるじゃないですか。確かに。へえ、そんな人いなかったな。気づかなかっただけかもしれないけど、ちなみに言うと僕の周りにもいませんでした。いや、ですよね。だから全然友達いなかったですもん。話がね、合わないのよ。そういうこと、うん、なるほど。カラオケに行くとさ、今だったらさ、どの曲でも入ってるじゃん。入ってますね。けど、昔はもうね、もっと少なかったから、うん、そうすると、みんなが歌ってる曲があんま分かんなくて、うん、で俺が歌う曲がみんな分かんなくて。そうなりますよね。うん。それ何ってなりますよ。あゆみさんは、この曲はサビはキングが歌詞考えたんです、うん、繰り返しなんですけど、うん、よくある感じの、うん、よくある感じしよくある感じのダンスミュージック。ダンスミュージックって結構繰り返しじゃないですか、うん、そうですね、ブビートダンスみたいな。そうそんな感じの、うん、なんですけど、 A メロ、B メロは全然どうでもいいこと書いてます。全然どうでもいいことがあって。じゃあ先週のミュージック・フォー・ジャパンとは真逆ですね。真逆ですもん、うん、でもね、日本語に訳さないでほしいです。いや、ギミラだってまず大したことないですよ。愛をくださいですよ。もう全然どうでもいいです、うん、もうただ、はい、この曲で楽しんでくださいっていう。いや、いいんじゃないですか。感じですね。だってね、ダンスミュージックってそんなもんですよ、うん、そう、歌詞はね、いいんですよ、うん、ダンスミュージックって楽しければいいんです。シャンプーって知ってます？女の子2人違います。あ、なんか聞いたことあります。僕あれの、曲を初めて聞いた時、外人ってバカなのかなって思ったの。歌詞の話だけど、おー、おー、オーマイトラブル、オーオーっていうのがあるの。オーマイトラブル、オーオー、やばくねって。で、その頃、例えば日本のね、ミュージシャンは例えばミスター・チルドレンとかが、タラララ、チャララチャラチャラチャラ、今歌詞は言わないでしょ。オーオーって、タラララララオーって。え、日本の曲の方がなんか、あれ、ちゃんと歌詞してるのかな。歌詞はそうですよね、うん、って思ったことがあり、うん、日本人の方が担当してるのかなって思ったことがあります。性格の違いはありますからね、国の違いで、うん、まあそうですね、うん、まあ、でもちゃんとその意見は、その後ジャミロクワイを聴くことにより
覆されるんですけど。え、何を聞いたんですか。ジャムロクアイの一番最初バーチャルインサービスだと思うんだけど、歌詞見た時にね、やべえこいつ社会主義だなみたいなまあ政治的なメッセージとか地球環境に関するメッセージとかを書いてあって、すっげえ言葉が難しい歌詞で、そのさっきのオーマイトラボーとは全く真逆で、あ、そういう人もいるんだなって思った次第です。なるほどです。はい、では今週は以上になります。はい、この動画が気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録、アラーム設定お願いいたします。またリップセレクト会員サイトチームセルフィッシュでは、皆様からいただいた質問に答えるトークセルフィッシュを更新しております。そちらもよろしくお願いします。そして明日はリップセレクトノンストップ、通称リップストップの動画も上がります。こちらはキングがリップセレクトの楽曲を使ってノンストップミックスを作っています。 YouTube では無料視聴、チームセルフィッシュでは音源のダウンロードが行えますのでお楽しみに。ではまた次回お会いしましょう。リップセレクトのゆみとリップセレクトのまどでした。